んだ急に。帰りがけに見かけたじゃないですか。すごく真剣に指輪を選んでる男性。おお。あれ絶対に婚約指輪ですよ。プロポーズですよ。憧れちゃうな。それ男の前では言うなよ。どうせ私は結婚できないって言いたいんですか。いやそうじゃなくて、言われた男が勘違いしてかわいそうだからだよ。もうちょっといろいろ自覚を持った方がいいと思うぞ。うちに来るのだってな。俺って一体何だと思われてるんだろうな。やばい、もっと飲みましょうよ。